始まりました。本日第3回目のスピカレイディオ、久々になってしまいましたが、待っていてくださった方ありがとうございます。スピカレイディオは意外と編集とか録音するのにも時間がかかるので、頻繁には出せないのですが、のんびりやっていこうと思います。そしていきなりですが、のんびりといえば私のオリジナル曲迷路ですね。ただいまバンドアワードさんのイベントに出させていただいております。こちらはバンドアワードさんの YouTube の方で、100組中一番グッドボタンが多い方が配信ストアで音源デビューできるというものになっております。そちらでエントリーしている曲迷路です。それでは聴いてください。どうぞ。聞いていただいたのはスピカオリジナル曲の迷路でした。今回またこちらで宣伝させていただいた理由としましては、ミカエルさんからのお便りで、バンドアワードさんの宣伝をしてみたらいいのではないかというご意見をいただいたので、また宣伝させていただきました。ミカエルさん、ありがとうございます。オリジナル画像もお渡しいたしますので、少々お待ちください。ぜひ少しでもいいなと思っていただけたら、概要欄にバンドアワードさんのリンクも貼っておりますので、ぜひグッドボタンお願いいたします。まだ押してないよって方は、忘れないうちに今押してきちゃってください。チャンネル登録よろしくね。はい、では質問コーナーに移りたいと思います。まず一つ目の質問が、スピカ大好きっ子さんからのお便りです。スピカさんが今ハマっているものは何ですかというお便りです。スピカ大好きっ子さん、またまたお便りありがとうございます。はい、今ハマっているのはですね、美容にハマっております。ツイッターでも言ったことあると思うんですけれども、毎日パックもしていたり、セルライトとかも潰すマッサージとかもただいましておりまして、かなり女子力が上がっているのかなと思います。ネイルとかももともと好きだったんですけど、より進化してきて、リップスというアプリでもたくさん載せているので、お暇な方はぜひ見に来てください。ではスピッカ大好きっ子さんにはオリジナル画像をプレゼントいたします。ありがとうございます。はい、では2つ目の質問ですね。うつみんさんからのお便りです。弾き語りをやりたいと思ったのはいつ頃ですか？また今までどれくらいの曲数をカバーしてこられたのですかというお便りです。うつみんさんもまたまたご質問ありがとうございます。はい、そうですね、弾き語りをやりたいと思ったのはいつ頃かというご質問なんですけれども、そうですね、弾き語りをやりたいというか、歌を歌うのが好きで歌いたいというのが一番にありまして、歌いたいけどでもピアノも弾けないし、ましてや DTM もできない、だからといってカラオケだけ歌うのも嫌だなっ
と思っていて、強いて言うならギターかなと思い、約2年前から弾き語りを始めました。大学のサークルでギターボーカルとしてバンドをやっていたので全く弾けないわけではないんですけれども、弾き語りは自分の歌と自分のギターだけで作られる音楽メロディーなのでとても不安でした。今でも不安はありますね。でも今は弾き語りが好きですし、やっていくにつれてやっててよかったなとか上達してきてるなと思うので、あの時に始めといてよかったなとは思っております。そして今までどのくらいの曲をカバーしてこられたのですかという質問ですが、弾き語り自体はほとんど YouTube に投稿している数がカバーしているものなので、おそらく100曲以上です。バンドで演奏したり今練習してるのも合わせるとおそらく150曲くらいはいってるのかなと思います。しっかり数えられなくてすみません。質問くださったうつみんさんにはオリジナル画像をプレゼントいたします。ありがとうございます。はい、では3つ目の質問は柴田俊彦さんからのお便りです。リクエストはどのような曲がありますかというお便りです。またまたご質問ありがとうございます。はい、リクエストはどのような曲がありますかというご質問なんですけれども、実は私期待に応えようとリクエストじゃなくても全てメモしてしまってたくさんあります。一応メモには今ざっと数えて28曲書いてあります。しかもほとんどが知らない曲なので最初から覚えてやっていきますので、ちょっとお時間がかかるかなと思います。はい、どのような曲がありますかということなので少しご紹介いたしますと、高橋真理子さんの曲であったり水木奈々さんの曲とか、あと吹きの塔さんとかもあります。結構古めの曲が多いですね。一応今リクエスト曲で練習中なのはスキマスイッチさんのゴールデンタイムラバーという曲になっております。結構難しいのでこれも時間かかるかなと思います。はい、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。それでは柴田俊彦さんにはスピカオリジナル画像をプレゼントいたします。はい、もうそろそろ終わりのお時間が迫ってきておりますが、最後に将来の自分について少しお話ししようかなと思います。最初に言ってしまうとですね、最終的には歌や面白さでいろんな方々に楽しみを分けられるような人間になりたいなと思っております。はい、音楽でももちろん有名になっていろんな方々に私の歌を聴いていただけたらなとは思うんですけれども、スピカちゃんがいてくれたからこんなことも楽しくなったよとか、スピカちゃんのおかげで元気出たよとか、私がこの活動をしたおかげで誰かが元気になったり誰かがクスッと笑ってくれるだけでもいいなと思っております。なのでそんな人になれたらなっていうのはいつも思っております。私がいろいろ悩んだ時は必ず曲や面白いことで助けられたなと思っております。人それぞれではあると思うんですけれども、私には大事なものになってます。なのでこれを言うとちょっとお笑い芸人かと言われてしまうかもしれないんですけれども、面白いって言われるのが一番嬉しいです。なのでこのスピカレイディオもルナイト日本のオマージュでやらせていただいたりしております。なのでたくさん笑ってくれると嬉しいです。はい、なので将来はみんなを笑顔にできる人間になりますので待っててください。はい、今回将来の自分についてお話しさせていただいた理由としましては、キングさんからのお便りで将来の自分について熱く語ってもいいんじゃないというご意見をいただきましたので語らせていただきました。キングさん、ご意見ありがとうございます。オリジナル画像もお送りいたしますので少々お待ちください。はい、終わりのお時間がやってまいりました。もう6月ですね。はい、私も仕事が始まりましたので投稿数は少なくなりますが応援してくださると嬉しいです。
このスピカレイディオが少しでもいいと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あとバンドアワードさんのグッドボタンもまだ押してないよって方は概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いいたします。それではまたいつかのラジオでお会いしましょう。